歩道下行くと、本日は茅ヶ崎駅12時38分発、長野県橋本駅です。この先、北茅ヶ崎、神奈川、寒川、宮城山、倉見、角沢橋、仕掛けの順で終点橋本まで各駅に停車いたします。途中、寒川には12時46分の到着です。海老名には13時5分、原田には13時26分、終点橋本には13時38分、午後1時38分の到着です。この線の列車はドアの開け閉めは後ろの端式です。降りの際はドア右横にございます。緑のキラキラボタンを押してドアを開けてください。各駅に到着をしましてもボタンを押さないとドアが開きます。また、途中、駅停車中はその下にございます赤い閉めるのボタンでドアを閉めることができます。ドアを閉める際には降りのお客様やご乗車のお客様に十分ご注意の上、ボタンを押してください。本日は JR 東日本相模線をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。まもなく北茅ヶ崎、北茅ヶ崎です。お出口は右側です。出口は左側です。
の寒川、寒川です。
Please.